なんと近いうちにまたね無料報酬が来るらしくて、まあ、バックアクセサリーとかがもらえるらしいね。まあ光栄です。まあいつか忘れたけど近いうちにある世界大会の配信を見たらもらえるやつかな。まあどうやってやったらもらえるかっていうと、まだ実は始まってないんだけど、ツイートによると土日、もしかしたら海外時間だから1日ずれていくかもしれないんだけど、まあ土日にスイッチまたは YouTube またはこのフォートナイトのあるこの島を1時間視聴するともらえるらしい。世界大会楽しみよな。世界大会のトロフィーかっこいいよな。なんかトロフィーも何らかの形でさ、バックアクセサリーとして来ても面白いなって思う。バックアクセサリーとして来ても。じゃあ多分ね、この前あった大会の、まあ、このスキンたちも多分ね、その時に一緒に売られんのかな。多分その時に一緒に売られって思うな。ちょ、まあ、ここはまだ、そう、あのね、確定した情報じゃないから適当だけど、その辺に売られそう。もうなんとね、無料報酬でこの4つが無料でもらえるらしいですね。このバックアクセサリーな。マジ、使ってるやつ見たことないよな。まあ、今回無料報酬でさ、このバックアクセサリーがもらえるって言ったと思うんだけどさ、これさ、見て。チャプター3シーズン2のさ、バックアクセサリーにめっちゃ似てない?まあ、多分何かしら違うんだろうけど。色変わったりしないのかな?なんかもうまんまって感じがしない?なんか使い回し感すごいよね。これ結構好きだけどな、俺。黒いやつ。